H2S は第二次世界大戦時にイギリスで開発された航空機用の爆撃照準レーダーである。H2S 専用のスキャナーを機体後部仮面に装備したイギリス空軍のハリファックス H2S のレーダースコープに地図上の地形で表示されたドイツの都市ケルン。都市部を流れるライン側が右上から左下に蛇行した形で表示されている。 専用の送受信アンテナから電波を遠水状に地上に発信して操作を行い、地上から反射した電波を受信後、専用の関連機器を介してコントロール装置にピ p スコープに操作を行った範囲の地図上の画像を表示する機上レーダー装置である。レーダースコープに地図上の地形を表示するため、それを爆撃照準に利用することにより、 夜間や昼間の運量が多い場合でも目標に対して正確に爆撃することが可能となった。また実戦で使用された最初のグランドマッピングレーダーでもある。操作に使用される電波はスコープ上に地図上の地形の表示するため高解像度画像の表示を可能とする S バンド体の波長が 10cm の極超短波が最初に使用されていたが、その後より解像度を上げるため、 波長が1.5から3センチメートルのマイクロ波が使用されている。1940年に開発が始められ、最初にイギリス空軍の4発爆撃機であるスターリングとハリファックスに搭載された。レドームに覆われた専用のスキャナーを機体後部仮面に装備し、コントロール装置とピースコープは機種にあるレーダー、広報指席に設置され、 1943年の1月30日から31日にかけてドイツの大港湾都市ハンブルクの夜間爆撃で初めて実戦に使用された。その後、H2S はアメリカにも供与されており、英国に基地を置いていたアメリカ陸空軍の第8航空軍の爆撃機にも搭載され、1944年9月以降の爆撃任務の80%は H2S による レーダー爆撃方式で行われるようになった。また、アメリカは使用する電波を X バンド体に変更して、性能を大幅に改善した H2X を開発して1945年にイギリス空軍によりテストされている。その後、H2X とその他の搭載レーダーとのシステム化を図ったアンアプックマイナス1 3が開発され、 B-29 爆撃機に搭載されて、日本本土空襲で使用されている。ありがとうございます。